仲間を殺しやがって。いいな、B。ほら、行くぞ。小娘どもの15分間の明星もここまでだ。それで、どうする気なの？簡単さ。クラブに潜り込んで楽屋を見つける。あとはやることやって退散だ。ただし、俺は人目につきたくない。自ら宣伝ネタにされてたまるか。宣伝ならもう十分してあげたものね。トラック炎上の件はスクリームシートもニュースも大騒ぎだった。いいから侵入方法を考えろ。周囲を探ってみる。
チケット。どうも。あいつもう別れたらしいぞ。私たちは監視されてるの。何をやってもうまくいかない。例の新しい BD 見たか。どれのことだ。バックステージに向かうぞ。ねえねえねえ、いいこと思いついた。ライブで彼女にプレゼントを渡そう。頼むよチューマ、中に置いてきちゃって。ダメだ、正面ドアで事情を説明してこい。でもホロプロジェクターの再調整が必要なの。今すぐやらないと開始時間に間に合わない。もしそうなったらおしまいだぜチューマ。責任取らされてお前はクビだ。分かったよ、次はなくさないように額にでも貼り付けておけ。ありがとう、助かったよ。ホロプロジェクターの再調整だな。そう、日本語でしか覚えてねえ。昔 G ハングのスタッフをやってたの。何事も経験ね。まさか役に立つ時が来るとは。あんたが妊娠してるのに。うん、でもインプラントの借金もあるし断れないでしょ。まあなんとかなるよ。うちの人もディエゴがまだ1歳の時に、あの子立派に育ってくれた。あれ、今日ってミーグリあるんだって。あ、それともこの人がこないだ言ってた財団の特別なお客さん。さてと、おしゃべりしようぜ。誰あんたたち。見てわかんねえのか。もしかしてケリーさん。何がケリーさんだ、何がミーグリだ。ピー、言われた通りにして。そしたらすぐにこのことは忘れるのね。従わなかったら。従わなかったらあんたたちのキャリアはここでおしまい。単純明快でしょ。ケリーさん、一体どういうこと。ちゃんと契約もしたし、あなたも私たちのこと大好きだって聞いた。ふざけるな。今の聞いたか、予備。一体どんだけハイになりゃそんなデタラメを信じられんだ。分かってないよね。あんたの考えなんてどうでもいい。契約なんてしてないし、今後するつもりもない。ステージで俺の曲に泥を塗ってみろ。ナイトシティで活動できなくしてやるぞ。私たちはあなたのロックを新しい時代に伝えようと。ロックだ。いいか、よく聞け。使い古されたフレーズだが、事実は事実だ。ロックは死んだんだよ。それもお前らが殺したんだ。そもそもコラボを持ちかけたのはそっちのマネージャーなんだけど。コバチャ君は。嘘だろ、俺は何も聞いてねえぞ、コーポのクズ野郎め。ねえケリーさん、カバーはあなたへのリスペクトとしてやりたいの。お願い、私たちと一緒にやろうよ。こいつらはただのアイドルじゃねえ。それがわかんねえようじゃケリーもおしまいだな。あんたたちみんな金儲けの駒としてレーベルに使われてたようね。これ以上付き合ってられるか。ライブを中止するよう言うんだ。ライブを中止して。そう、いいから話は後で。次は MSM のゴミどもに気が変わったから例のカバー曲はやめにすると伝えろ。いいな。分かったよケリーさん。それとこの件は誰にも言うな。喋ったら B がまた挨拶に来るからな。行くぞ。別々に出た方がいい。そうね。助かったよ。
こういうことは自分で動かねえととことん利用されて捨てられるだけだからな。それじゃ。例の新作飲んでみたか。まだよ。ジョニー、あんたが好きだった場所レストランになっちゃったみたいに。リバー、ここも大量消費主義の犠牲になっちまったのかよ。50年ぶりなら無理ないよ。これだから死んだ英雄を蘇らせるのには反対なんだ。いよいよ読む末ね。命がけでもらったものがご利用しされてるのは見るに耐えねえ。時間と場所は今夜グレンで、詳細は送る。これそうか。努力する。ありがとう。じゃあな。で、準備はいいのね。あら、レインボーカデンザでファンが録音したライブ音源について調べてる。侍のとか知らない？
侍さん。あなた、そこにいるよね。あの薄気味悪い顔がロゴのだろう。俺でも知ってるぞ。そいつらのシャツを着て仲間と一緒に大騒ぎする男がたまにこの店に来るんだ。どこに行けば会えるか知ってる。20年代に生きてるみたいな偏屈だぜ。あなた、そうだ、この店の近くにある市場でよく見かけるな。何か売ってるの？多分君が探してるようなもんもそこにあるんじゃないか。その店じゃ古臭いインディーバンドの埃まみれのテープばっかり売ってる。誰も聞いたことないようなアーティストのやつばっかりさ。リンゴ、ありがとう。あなた、そこにいるのよね。いい品揃いをしてるって聞いたんだけど。いいの定義によるな。あるのはカルティジアンデュアリスト、ユーロダインのが何枚か、それにテインテッドオーバーロード。侍はある？おいおい、聞くまでもないだろ。ネバーフェイダーウェイ、ダンシングウィズマイアックス、チッピンに何でもあるぞ、全曲な。ジョニーシルバーハンドはまさにロックの救世主だった。ただでレコードを配りたいとこだが、こっちも商売だからな。ヴィンテージ品を探してる。例えば侍の初回ライブ音源とか。初回ライブだ？あんた、まさか本気で言ってんじゃないだろうな。それがどれだけ価値のあるものか分かってるのか。音源の話をどこで聞いたのか知らないが、忘れるんだな。そこら辺のやつになんか絶対に渡さない。ちょっと甘く見ないで。私はシルバーハンドマニアなの。ならエピソードを話してみろよ。最後にケリーに送った言葉を知ってる。ビビるのをやめろってアドバイスしたの。俺だって二人だけの時の会話ぐらいいくらでもでっち上げられる。証明できないんだからな。レインボーカデンザがまだあった頃、よくあの店に行ったの。当時のライブ音源があればいい思い出になるんだけど。バカな話はよせ。侍の初ライブは覚えてるような年じゃないだ。お前さんはまだ生まれてもなかったはずだ。外見で判断しないでよ。この顔はインプラントかもしれないでしょ。いいだろ、なら証明してみろ。侍の3回目のライブはどう終わった？ジョニー、なんて答えたらいいのか教えてよ。これはどうだ。うるせえ B、助手扱いすんな。どうして？早く答えろ。ねえジョニー、お願い、お互い協力し合わないとこの先やってけないでしょ。力を貸して。あんなくだらない質問にどうひねりを聞かせた答えをしろったんだ。俺にとっちゃ赤子の手をひねるようなもんだ。なんとか言ったらどうなんだ。3度目のライブはカデンザでやったんだが、ちょっとした火事になってな。酔っ払いがそれをビールで消そうとした。デニーのアフロが焦げちまって、しばらくカツラをかぶる羽目になった。テックの髪は嫌なんだとよ。待って、そう、火事があった。デニーの髪がチリチリになっちゃったのよね。そうそう、あれ実はジョニーのタバコの火の不始末で起きた火事らしいぜ。ざけんな、あれは絶対ケリーのだ。クソ、問題が起きれば何でも俺のせいかよ。あんたがあの場にいたなんてまだ信じられないが、どうやら喫水のファンなのは間違いないみたいだな。とにかく違いのわかる若いもんには出血大サービスだ。テーブルの下にあるものを見てみな。ほら、遠慮するな。
これが欲しかったの。持ってけ。シルバーハンドの言葉を広めてくれよ。時は最良の死なんて言うよな。前は俺もそう思ってたんだ。でもこいつを見ろよ。この年でまだ2020年に生きてる。あんたも大ファンよ。あえて嬉しくないの？吹っ飛ばしたはずのアラサカタワーが変わらずそびえ立ってる。それと一緒だ。延々と過去にとらわれてちゃ何の意味もねえんだ。自分たちで、自分たちの手で世界を変えねえと。60年も経ってるのよ。何かしら変わってるはずでしょ。変わったのは表面的なことだけだ。新しい接続プラグだの、わけわかんねえフルーツ味のクソ甘いシロップだの、荒坂の連中も側が違うだけで中身は昔と全く変わらねえ。そんなことない。私たちにはそれが見えないだけで変化は常に起こってる。ああ、お前の言う通り人間は変わっちまったさ。機械が混ざった肉の塊になる。諦めんな。
ハウスがまた値上がりだとさ。場所は合ってるはずなんだけど、まだみたいね。発動者たちが正体不明の AV に連れ去られたという噂はデマです。市は修正第一部の。よう、B。調子はどう？どうだかな。まあ、見ての通りだ。それで、何があったの？俺一人じゃ抱えきれない。ん？これを見てくれ。こんにちは。アリフ・イクバルが WNS ニュースをお届けします。また政治家が死んだの。とにかく見るんだ。当たっていた警官が偶然にも凶悪誘拐殺人犯に出くわしました。事件は7番と15番通りの交差点で発生。警察が撮影した現場の様子です。不審車両発見、職質をかける。ナンバーは 2AA6244。 これより車を降りる。了解。車を降りて手を挙げろ。おまわりさん、落ち着けて。おい、黙れ。マジかよ。現場に応援と救急車を頼む。繰り返す、応援と救急車を頼む。映像の少年はレバー・マルティネス、17歳。家族により行方不明者として届け出されていました。残念ながらレバー君はその後亡くなりました。敗血症ショックに彼の体が耐えられなかったようです。検視結果によると、危険な量のホルモン剤、タンパク同化ステロイド、興奮剤が投与されていたことが判明。警官に撃たれたアンソニー・ハリスの車の中では、さらに行方不明の少年7名分の所持品と DNA が見つかっています。少年たちの所在は依然として不明です。ピーターパンとも知られる犯人は撃たれた後に一命を取り留めたものの、意識不明のため取り調べの実施は不可能であると発表されています。犯人が捕まってよかったじゃない。甥っ子のランディが少し前にいなくなったんだ。今の映像、子供がランディの靴を履いてた。嘘でしょ。個人的感情を理由に捜査から外されてるとか。この件には一歩たりとも近づくなとさ、ゴナガルが指揮してるが、使えないやつでな。今のところ何も進展してない。近親者を捜査から外すのは仕方ない。だから客観的に判断できるお前の手を借りたいんだ。何をすればいいの？植物状態の男から話は聞けない。だから夢を覗いてやる。夢を覗く？
ああそうだ、歩きながら説明する。まだ実験段階だが成果は出始めてる。夢を再生可能な BD として記録するんだ。カルト的に昨日入手がある企業センサー、その BD を入手したの？まだだが、今から行く研究所に保管されてる。撮ってるんでしょうね。撮ってないが、まあとにかく一緒に来てくれ。正面からは行かない。つまり違法捜査ね。別の入り口を探そう。手早くな。来るのは初めてだ。手を貸してくれ。どこ行くんだ？自閉少女の夢を編集する部屋を探せ。ああ、それからピーターパンの本名はアンソニー・ハリスだ。こんなとこにブレインダンスは置いてないだろう。鍵がかかってる。入れない。ダメよ。使えるか？少しなら。
みね。アンソニー・ハリス、引き出しを見てみよう。管理人にドアを開けてもらうよう頼めばよかったんじゃないの？担当でもない事件を嗅ぎ回ってるのがバレるとまずいんだ。やべえ、ここで何してるの？警察をクビになったんでしょ？クビじゃない、停職だ。それで、あんたは？本物の警官を呼ぶわよ。おいおい、待て待て、聞いてくれ。何をしてるか分かってるの？ただでさえまずい立場でしょ。甥がハリスにさらわれたんだ。それは本当に気の毒ね。でもここは証拠を保管する場所、厳重な規則があるの。規則？甥っ子の命に関わるのよ、子供の命に。それは警察が捜査を進めてるわ。もう行って、早く行きなさい。あんたも警察と仕事をしてるならどんな連中か分かってるはずよ。分析結果を教えても何の役にも立たない。だからといって法律を無視する理由にはならないわ。法律だ？医学部の試験を覚えてるか？あの時は立派な成績で合格したよな。忘れられるわけがない。女子トイレで火事が起きて全員が2時間避難させられたことをな。そんな話を持ち出すなんて信じられない。もうここには二度と顔を見せないで。あなたは特に。この男は自分のことばっかりで
周りを不幸にするのよ。リバーはいい友達だし、特に嫌な思いもしてない。はっ、私も同じ風に思ってた。だから協力したくないってこと？ハリスの夢の BD はどこにある？彼は夢を見ない。どういうことだ？銃撃で大脳皮質が損傷を受けたの。支離滅裂な断片しか得られない。残念だけどここまでのようね、リバー。早合点する前に視聴覚刺激を試したい。有効とは限らない。好きな音楽や映画は子供に効果があるだろう。試す価値はある。確かに視床下部の刺激の受け方とホルモン生成に類似性は見つかってるけど、ハリスは子供じゃないのよ。大人にその手法は試したことがない。試しましょう。犯人の趣味なんて知らないでしょ。調べるさ。で、手伝う気はあるんだな。とにかくもう行って、今正面玄関を開ける。車に戻ろう。行くべき場所は分かってる。唐突だけど、生体チップについて何か知ってる？特にアラサカのレリックとか。あれは人間の神経記憶痕跡を保存するためのものよ。つまり、そうね、記憶や人格をコピーするって思えばいい。ええ、それは知ってる。なら保存された記憶痕跡がチップ所有者の記憶痕跡を上書きしたらどうなるの？上書き？そんなことが可能なのかもわからないけど、なぜ知りたいの？いえ、別にいいの。気にしないで。なんだ、言ってみろ。警察から追い出されたのね。定職だよ。市長の死はどうも怪しかった。検視についてもうやむやにされてな。だから文句を言ったんだ。当然納得してないわけね。ああ、その、なんだ、俺自身もまだ飲み込めてない話はしにくいんだよ。まあいいけど、せめて行き先くらいは教えてよ。ジョスの家、俺の妹だ。ジョスはただの家出だと思ってる。今はまだ誘拐のことは伏せておきたい。ランディのことを教えてくれる？どんな子なの？手癖が悪く、しょっちゅう家出。そういう子だ。おじが警官なだけあるね。どうやっても人生がうまくいかない人間はいる。ランディみたいにな。ランディのお父さんは？何年か前にギャングの抗争で撃たれた。立派なお手本なこと。ジョスは子供を3人抱えて残されたが、へこたれずに頑張ってる。先にハリスのアパートを探せばいいんじゃない？一軒家らしい。地下室に被害者を閉じ込めちゃいないだろう。ランディの部屋でハリスとの接点が見つかれば、次は奴の家を調べるさ。望み薄ね。今はこれにかけるしかない。ヤウェンが規則を守って上司に報告するとは思わないの？腐っても友人だ。それはないだろう。それにこの手を使う気はないが、あいつが世間に知られたくないような秘密を知ってる。あれだけ口論した上でも手を貸してくれると。ああ、
俺たちの喧嘩はいつもそうやって終わる。酒のつまみ向けの話さ。今はランディ探しに集中しないと。そうだな。よし、着いたぞ。久しぶりだ。以前は毎週末来てたのに。その頃から何か変わった？こういう場所は変わらない。いいとこじゃねえか。